でしたか、はい。まあまあです。まあまあね。はい、変わりなく過ごしてましたかね。はい、おかげさまで。新潟市中央区にある堀川内科神経内科医院。2階には訪問看護ステーションを併設する。地域に密着した診療所です。うん、もちろんそうですね。すね今。大きな変化が起ころうとしています。結構歩いてきた。これまでコロナの対応してなかった医院が。 どういうふういふ5月8日からあの体制を変えていかなきゃいけないのかっていうところがあの、まあ、自分たちで考えてある程度体制を築くわけですけれども、まあ、それであの十分世の中の要請のに応えられているのかどうかとかですねそういったところが不安ではあります。5月8日以降は5類感染症に位置づけることを 決定し、先月、厚生労働省は新型ウイルスの感染状況などを踏まえ、感染症法上の位置づけを今月8日に季節性インフルエンザなどと同じ5類へ移行することを正式決定しました。コロナがあることで、えー、外来や入院診療が断られることがないようにしていくためにはかなりの準備が必要ではないかと。 国の決定に先立ち県はすべての医療機関で感染を理由に入院や外来受診を断らないことやこれまで県が行ってきた感染者の入院調整を原則、医療機関が行うなどの方針を決めています。 事前に連絡いただいたケースに関してはあの、当院でどうしてもコロナの検査ができませんし、対応もできないので、あのコロナの対応できるっていう、まあ、委員の一覧が公表されてますので、まあ、そちらの方から受診してくださいというふうに進めていました堀川内科・神経内科医院では、施設の規模やスタッフの数などから、動線確保や検査体制など、感染の疑いのある患者の受診体制を築けませんでした。 ししかし8日以降受診を断ることはできません5類に移行するとはいえ感染力が弱まったわけではない新型ウイルス院内感染を防ぐためこれまで物置として使用していた倉庫を抗原検査場とします 患者さんをこちらに誘導してパーティションつけてプライベートに配慮してでまあ当院の,その看護師等もコロナの患者さんの、まあ、検査をしたりですね <coughs> それで対応するっていうことが、まあ、初めての経験になりますので数名ぐらいでもう多分大変なんじゃないかなと思っていておそらく、えー、と5人超えてくると。 うーん多分ん看護師さんたちは少し慌て始めて、10人を超えると、もうちょっと手に負えないっていう状況になるんではないかなと想像しています当面の間、受け入れはかかりつけの患者のみとし、来院時間を指定します。発熱者は院内に入れず、検査を患者の自家用車、もしくは倉庫で行い、検査後は帰宅してもらい、電話診療とする予定です。 ただ、患者のおよそ8割は近所の高齢者で徒歩がよい待機所が十分に確保できず夏場は熱中症などの対策が必要ですコロナを調べるっていうときにあたってどういう人たちを対象にするかですけどまずはかかりつけの患者さんのみに対象を絞ってやりたいと思ってますこの日、野院長はスタッフらに 新型ウイルス診察体制の説明会を開きましたスタッフからは懸念の待機所について意見が出ました,人できちゃった待たせられる場所がないんだよね要するになのでうんどうしようかねそれは人要するに一人暮らしの95歳みたいな人ね うーん処方が必要だったらあれかでもそれ薬局さんから届けたのができるかなあああまあ数が少なければできるって感じだよね。とにかくやってみるよりないと思ってるので、まあ、やってみながらやりながらこう軌道修正していって。 なるべく地域のそういった要請に応えていきたいというふうに思ってます一方、これまで感染者を受け入れてきた病院は病気自体が変わらないので、もちろん医療としてやることは変わらないです今後の医療提供体制についてこれまで通りと話すのは新潟南病院の渡辺博士院長です 入院が必要じゃない患者さんについては必要な薬、例えば、えー、コロナに対する、まあ、抗ウイルス薬ですね、そういうのを処方するとか、まああの、症状に合わせて薬を処方する、そういったことは何も変わらない現在、新潟南病院では、発熱外来は院内ではなく、およそ3年前に病院の外に作った特設小屋で診察しています。院内感感染染やスタッフの感染を防ぐため 五類に移行する8日以降も、院外での診療や防護服を着用して診療する予定です。患者さんの安全を第一に、まあ周りの医療機関と相談しながらやっていくことになると思います。しかし、懸念しているのは、最近の感染者の増加です。今月2日には、県内の新規感染者は2ヶ月半ぶりに500人を超えました。 マスクもやっぱり外すようになってきてますし、あと、まあ、社会活動もかなり戻ってきてますよね、そういうのに伴って、まあ、痛みもあるんだっていうか、感染も拡大するんだっていう、まだそういう時期が訪れつつあるんだと思います去年の夏、県内で1日4000人を超えた第7波のような爆発的な感染状況になった場合は、どうなるのでしょうか平時は自分たちでやってくださいと。 本当に感染が患者数が感染者数がすごく増えたでも医療が逼迫してきたとそういう時には行政が調整してくれるというようなこともあるかもしれません、うん、問題は、えー、と入院が必要な人を真に入院が必要な人をどう見分けるかと、うん、つまりオーバーにコロナだからただ入院だとかそういうことではなくって本当にこの人が入院が必要であるということの見分ける能力が我々医師には求められると思います。 医療機関も模索しながらの5類移行。街の景色は戻りつつありますがこの感染症が一般的な病気ではないと認識しながら行動する必要が私たちにも求められます。